まあ、潜在意識とかハイヤーセルフの話を、してるんですけど、最近は、まあ、なんでそんな話をしてるのかっていうことなんですよね、はい、まあ、世間の皆様から見れば、小顔とか治療とか潜在意識とかは多分バラバラに見えてるんだと思うんですよ。意味分かってないと思うんですよ。なので今日はちょっとその辺をこう話そうかなという、まあ、なんで それに至ってんのかというね、ことすごい、これから皆さんが対人に施術するにあたって大事な話なんで、ちょっとしていきますね。じゃあどうしようかな、4つにしようかな。まあ、小顔でもいいんですけど、まあ、腰痛だったとして、まあ、腰痛の人がいますと、で、まあ、痛みレベルが 10でマックス10やとすると、そうすると、こうしたいわけですよね、まあまあ、治ったというか、まあ、痛みがないと、痛みが下がって、まあ、レベル10がレベル5とか3とか、まあ、0になればまあベストなわけですよ、はい、まあ、まあ小顔だったらまあ小顔になると、はい、何でも当てはめてもらってね、膝痛だったら膝痛で当てはめてもらって、で、まあ、でここの、痛かったのが痛くなくなりましたっていうのが、まあ、世間で言う治ったと、ちょっと字ちっちゃくなっちゃった、治ったという状態なわけですよね。だからこれを僕たちは今練習してるんですよね、小顔スイッチという形でここからこういったね、なんですけど、まあ、実際にやっていったら どうなってくるのかっていうと、実際にね、対患者さん対お客さんを見てるとどうなるのかっていうと、まあ腰痛の原因があるわけじゃないですか。今日ね、腰痛の原因はほにゃららって説明しましょうという話から始まったと思うんですけど、腰痛の原因は何でしたっけ？反り腰ですよね。その通りです。腰痛の原因は反り腰ですよって話しました。腰ですよっていう話でしたね。ということは、まあ、痛みを軽減させたいんだけれども、まあ、この下で言うと、まあ、反り腰を改善して、まあ、正常な骨盤の傾きにしたいと。の傾きとちょっと長くなっちゃうけど、まあ、こういうことでしたよね、今日の話はね。はい、なんですよ、まあ、腰痛なんだけども、まあ、その原因は、まあ、反り腰にあったと。だから、反り腰を軽減させましょうということですね、はい、で、反り腰を軽減させるために、どうしたらいいんだろうかっていうことで、まあ、小顔スイッチという形で、まあ、筋肉をほぐそうと、ね、ここからここに行くにあたって、まあ、筋肉をほぐすという、まあ、メソッドを使ったわけですね、はい、こういうことですね。だここが原因と結果の関係になってますよね、反り腰だから腰痛になりましたと、で正常な骨盤の傾きに戻ったから痛みが軽減しましたという因果関係になってますね、はい、でここまで今日は勉強して、で筋肉をほぐすメソッドを習って、まあ、実際に反り腰を軽減させると、あ、よかったなと、まあ、ここまでの話なわけです、はい、でも実際に、お金を払ってもらうお客さん、ほんまに腰痛で困ってる人を見始めると、この舌が出てくるわけですよ、はい、じゃあ反り腰はなんで反り腰になったんですか。
まあ、何でもいいんですけど、なんで反り腰になるんでしたっけ。腰がないから。そうですね、腹筋が使えてなかった。使えてない、使えてなかったですね。だこういう、まあ、使えてない立ち方が悪かった、座り方が悪かった、姿勢が悪かった、で腹筋が使えてなかったっていう、まあ、こういう状態じゃないですか。まあ、ここを、まあ、言葉を変えて、まあ、大きい意味で生活習慣と、かという言葉でまとめましょうよ、ね、生活習慣、これが原因だったというのが分かったと。そうすると、じゃあこっちの話はどうなるんですかっていうと、こっちは、生活習慣との、まあ、いい生活習慣というかな、こういうことでしょ、こういうことでしょ。は腰痛の原因は反り腰でした。反り腰の原因は、まあ、腹筋が使えてない、まあ、悪い生活習慣だったわけですね。これは因果関係になっているから、悪い生活習慣の結果腰が痛かったんですよね。そういうことですよね、はい、じゃあ、筋肉をほぐしました、痛みが軽減しました、治った、瞬間的にこっちの状態になりましたと、この状態になりました、瞬間的にね、その瞬間、まあ、でも戻っちゃうわけですよ、みんなね、実践していくと。それは何でかって言ったら、これがこっちになってないからでしょ。だって悪い生活習慣の結果反り腰になって、反り腰の結果腰痛になっているわけだ。いい生活習慣からは正常な骨盤の動かし方ができて、痛みはないという健康な状態の結果が生まれているわけだ。原因と結果なんですよね。ここまで大丈夫ですよね、はい、つまり僕たちの仕事っていうのは筋肉をほぐして痛みを軽減させる、な、よかったねじゃなくて、この矢印が仕事じゃないですか。これ生活習慣を変えてもらうと、まあ、具体的には腹筋が使えるような立ち姿勢になってもらうということですよね。ここがこの矢印が勝因、ここの矢印じゃないよねっていうことがまず一つですね、はい、これはやってりゃそうなんだと思います、はい、でそのためにね、小顔スイッチではこうセルフケアとかを教えているわけですよね。セルフケアとか教えてね、生活習慣をね、いい生活習慣にしたらいい使い方になって、正常な骨盤の傾きになって痛みなくなるよね、健康になるよね、ということですね。ここが大事だなというのが分かりました、はい、なるほど。じゃあ筋肉をほぐして痛みを軽減させるのが仕事なんじゃなくて、相手に生活習慣を変えてもらうのが、ね、この矢印が私たちの仕事だったんだなと、すごいいいこと聞きましたと。よし、じゃあ患者さんにセルフケアを教えようと、教えましたと、びっくりするぐらいやれへんよね。すごいですね、人間ってね。そう簡単に生活習慣は変わらないわけですよ。はい、じゃあどうやったら生活習慣っていうのは変えれるんだろうな。だって言ってもやんないわけでしょ、うん、なんでやんないんだろうって考えて、こっからが根本ですね。この習慣っていうのは何なんだろうなってこう考えたわけです、僕は、はい、習慣っていうのは何なんでしょうかということなんですけど、習慣っていうのは行動の、まあ、繰り返しというか、まあ、行動を重ねたものですね。行動を重ねたものなんですよ、習慣というのは。じゃあ行動を生み出しているのは何なんですかということなんですよ、はい、
はなんとなくね、もう分かると思うんですけど、これは思考です。まあ、カッコマインド、ね、なんか一回は聞いたことある言葉ありますよね。こう思考が行動を作って、行動が習慣を作って、習慣が人生を作るみたいなね、話がありますけど、まず思ってることがあって、で行動すると、でその日常ルーティンになって当たり前になっている行動が積み重なったものが習慣なわけですね。つまりこっからここの矢印がパッといかない、いやこうやってくださいよってね、お腹に力入れてよって言うけど全然やってくれへんのは思考が変わってないからなんですよ。そういうことでしょ。だって習慣っていうのは行動の積み重ねで、行動っていうのは思考から生まれてるんですよね。でここを変えないといけないんです。ここまで大丈夫ですか。だからマインドセットが大事だよとかね、今よく言われますけど、それはこういうことなんですよ。じゃあマインドセットね、体に感謝して日々ありがとうって言って、いたわりましょうよってね、そういうマインドセットで頑張ろうよって、変わりません。そんな簡単には思考っていうのは変わらないんですね、人間。自分の人生を振り返っていただければ分かると思います。でそれは別にね、皆さんが悪かったわけではなくて、この思考マインドっていうのは、まあ心ですよね。心っていうのはもっと深く考えないといけなかったんですよ。これはもうね、超有名な図ですから、お分かりだと思うんですけど、これ顕在意識です。ちょっと字がふにゃふにゃになっちゃいました。で、ここにこうあって、これが潜在意識ですね。潜、ちょっと分かんなくなっちゃった。ちょっとカタカナになりました。潜在意識、ちょっと線がもうすっ飛びました。はい、こうあるんですね。でこれがまあまあ 3% から 5% ぐらいで、 3% って書いておきましょう。で、まあ、ここが 97% なんでしょうね。だからいや、こういうふうに考えましょうよって言っても、それは潜在意識に言っただけ。潜在意識が変わってないから、そんな簡単に考え方って変わらないんですよ。うん、で、この潜在意識の中には、まあ宗教用語で言ったらカルマとか、はい、まあ心理学だったらメンタルブロックとか、まあそのトラウマ系だったらインナーチャイルドとかね。とかアダルトチルドレンとか、まあ、トラウマとかね、まあとか、はい、まあいろいろ入っているわけですよ。はい、まあ過去世だったりもあるし、先祖から来ているのもありますけど、まあこんな感じで入っているんですね。はい、でここに 97% のところにこんだけのデータがあるから、顕在意識でこういうふうに考えて、じゃあセルフケア頑張りましょうよって言っても変わらないわけです。ここが変わってないから。でこの中には、もう自分の個性っていうものを作っている、もう根本的な観念があるんですね。例えば自分はダメな人間だとか、自分は不幸だとかね、自分は嫌われてるんだとか、そういう自己否定的なものだったり、まあ、相手を物差しで見たりとかね、こいつはこうこうこうだから腹が立つなとかね、そういったものが入ってます。まあ、セルフケアができない人とかだったら、まあ、自分を傷つけるようなメンタルブロックが入ってたりとか、あとは依存心が多いですね。患者さんとかだったらもう私は自分のことはダメだと思ってる、誰かの力を借りないと
うん、自分は変われないってもう潜在的に思ってるから、もう直してください、やってください、自分ではやらないわけです。この中に私はダメだ、人になんかやってもらわんとあかんみたいなのが入ってるわけですよ。だからあなたが頑張ってセルフケアで頑張って健康になりましょうって言ってももう何も通じないわけです、はい、だから、うん、ブロック外しとかね、自分で内観してもらうっていうのがここで大事になってくるわけです、はい、でこっちが変わればもう芋づる式にこっちが変わる、バン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 と変わるわけですね、はい、でここが潜在意識の話で、潜在意識っていうのはこれは3次元の話なんですけど、はい、ここはもう僕はもう話は終わってて、ここにまだ意識があるんですね。まあもっと下にもあるけど、はい、でこの潜在意識よりさらに深いところで本体の自分を作ってる意識があるんですよね。この潜在意識の下にさらに、でこれがハイヤーセルフなんです。まあ工事の意識ですね。工事の意識、まあ、あのこの間にあの集合的無意識とかありますけど、まあ、それちょっと省略して、ね、ここがハイヤーセルフになる、はい、でこの下はもう愛そのものとか、もう光そのものです。 もうもっと高次の意識ですね、はい、この途中にハイヤーセルフという本当の自分がいます、まあ、真我と言いますね。でもうここの意識っていうのはもう潜在意識のネガティブなブロックとかもう全く関係ないんですよ。こっちがこの辺を操作しているというか上位意識になるんですね。だからこの意識に目覚めてもらったら、これがバーンって変わったらバーンって変わって、ここがバーンって変わる、はい、ここがバーンって変わる、バーンって変わる、はい、こっちがバーンって変わる、バンバン、はい、治ったみたいな感じなんですよ実際。これがこうドミノみたいになってるんですね。で、まあ、ハイヤーセルフってそういう存在なんですけど、まあね、初めて聞いた人はもう何のこっちゃっていう話ですけど、はい、でもここの意識に、うん、近づいてもらったら、まあ、自分を大切にしたりだとかね、なんだろうな、自分が人生を生きてるんだって、そういう依存的な心じゃなくて、まあ、自立心っていうものがこっちなんですよね。そうするともう自分でやるんだってい もう考えになってるんですよこっちは。そしたら勝手にセルフケアする、うん、生活習慣に良くなる、で結果の痛みも治る、まあ、小顔だったら小顔になるという話なんですよ。でこれ今は体の話でしましたけど、別に仕事とか恋愛とか人間関係とか全部これなんですよ、はい、ここをあの親子関係とかに変えてもらったらもう全部話は一緒なんですね。だからこの原因はこれ、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 でこれの上位意識の原因はこれなんです。だからここをやったらもう全部親が目変わったら全部変わるみたいな感じなんですね。なんで僕はここの話をずっとしてるんですよ。で普通のあの意識感覚の人だとここの話とこの辺の話とここの話とここの話が分かれて見えちゃうんですよね。ここの話はメソッドですよ。メソッドとかノウハウとか、ここの話はまあ、あの成功哲学とかあの自己啓発とか、ああちょっとぐちゃっとなった、哲学とか自己啓発とかね、啓発で、ここの話はまあ心理系とかね、はい、まあカウンセリングとかね、なんか心の病とかね、そういうカテゴリーに入れられちゃうわけなんで、ここの話になるともう途端にスピリチュアルみたいなね、
あの人なんかスピリチュアルやってるわみたいなね話でも別枠で捉えられちゃってるわけなんですよ。でも本当はこういう関係になってるんですよ。だから僕から見たら一つのものに見えてるから、もう芸の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 原因を探ったらここだから、もうここの話をしてるんです。皆さんに今教えてるのは小顔スイッチというここの話です。なんで、まあ、早くハイヤーセルフの話に食いついてほしいって話ですね。だってこれが一番重要なんだ。だからわけのわからないことを話してるんじゃなくて、こういう流れがあって根本原因の話をずっとしてるんですよ。はい、ここにとらわれないようにしてください。だからここにとらわれてる人は要はセミナージプシーってやつですよ。あっちのノウハウやりました、変わりませんでした、患者さん治りませんでした、じゃあこっちの施術や、ね、こっちの施術、いや何々メソッドやって、ここをフォローしてるわけです。だからこっちの下に下がってけへんわけですよ、そういう人は。セミナージプシーですね。成功哲学とかね、自己啓発っていうのはこういうマインドセットでやりましょうって考え方を教えられるんだけど、こっちにアプローチしてないから変わらない。でそういうのができずに自分がどんどん認められなくてね、辛くなっていくっていう、はい、でこっちに行ったら行ったらこの辺でぐるぐる回っちゃうんだけど、はい、もうそれを超えたらこっちです、はい、で今もここの話をしてるし、ここを研究してるんで、僕はこっちの話ばっかりしちゃってますけど、はい、なんで早くこっちの話で盛り上がりたいっていう話ですついてきてくださいねという話ですね。と、はい、いうことで、これはもうすぐ一つのものですから、この青い枠のこのレッテルを外してくださいということですね。まあ動画ね撮ってもらってますけど、動画見てる方も、はい、このこういうレッテル、これがもうロックですよ。もう別々に見えているわけだ、分離して、まあ、そうじゃなくてこういう一つの流れだっていうことですね、はい、だからハイヤーセルフの話ばっかりしてます最近。そういうことです、はい、ご清聴ありがとうございました。